雰囲気は。店主、芸商花ってあるか？芸商花？もちろんあるよ。どの種類をお探しで？種類？一番品質のいいやつがいいよな。芸商花ってそんなに種類があるのか？何も知らない他国の人間か。そんなことを聞くとは。金翼増強、山の花錦、氷美をたる千円、この三種類の芸商花をそれぞれ一株見せてもらえないか？おお、お客さん苦労とですな。隣の二人は召使いでしょうか？召使いなら旦那様より先に口出ししない方がいいぞ。ん？会ったこと。ああ、旅人さんでしたか。申し訳ない、先ほどは言葉が過ぎましたね。さあさあご覧ください。何か質問がありましたらぜひ遠慮なく。ふん。育った環境や交配状況によって芸商花の特徴は変わるが、店主が用意したものはどれもいい状態で保存されているな。例えばこの品種、枝が生い茂り、数井が金の屋敷に隠された美人を思わせるこの様、緑の葉が長く育ち、その多くは水の条件が複雑な場所で成長する。そしてこっちだ、山の影や湿気の多いところにある芸商花は花弁が大きく育ち、花蕊が密集しているため香りが濃くなり、まさに花錦の名にふさわしい。最後の品種は枝も葉も花も密度がかなり低く、花が咲く時の香りも淡いが一番長く持つ。個人が仙人のもとを訪れるため山を登った時偶然見つけたものだ。しかし今となっては野生の芸商花の多くはリーユへの地理の変遷により絶滅している。そのため現在は人工栽培の方が多くなっているんだ。はあ、旦那は詳しいですな。私もそこまでは知りませんでした。たしなむ程度だ。こちらの旅人の方が侮れないぞ。いつか大陸を踏破するものになるだろう。褒めすぎだぞ勝利。それでこの3種類の芸商花のうちどれを選べばいいんだ？店主、全部もらうぞ。またか！芝居を見るときは一番人気の役者を選び、鳥を飼うときは貴重なガビチョウを選ぶ。それが人生というものだろう。だが今回3種類とも買うのは俺の人生の心情が理由ではない。知らないとは思うが、伝統によると品種の異なる芸商花をそれぞれ高校にし、七天神像の前に捧げることで願王帝君が気に入ったものを選んでくれるそうだ。こういう古い時代のしきたりや一部複雑すぎる伝統は徐々に簡略化されていったがな。しかしこれは3700年間七神の一座に属してきた神の創選儀式だ。やはり伝統に従い高校を捧げることにしよう。ふん。それで、うん、モラは持っているか？またモラを持ってきてないのかよ勝利。お客さん、すみませんが一つお聞きしてもよろしいですか？これらの花は願王帝君に捧げるものなのですか？そうだけど。はあ、それなら早く言ってくださいよ。あの芸仙儀式の後、私も良くない噂をいろいろと聞きました。不吉なことは口にしたくないので割愛させてもらいますが、とにかく願王帝君のことが心配で、あの噂が真実なのではないかと気が気じゃなかったのです。願王帝君のためならお金は取れません。私からの気持ちということにさせてください。え、いいのか？願王帝君がいなかったら私みたいな一般人の住む場所などなかったのです。過去に願王帝君が歌を作っていなければこの芸商花だって重宝されることはありませんでした。今まで見聞きしてきたリーユへの風土や人情って神様が与えてきた恩恵の結果だったんだな。
とにかく礼を言う。これで俺たちの憂いは一つ解消した。金を忘れてきた勝利のせいだろう。いえ、ほんの気持ちですよ。花は手に入れたけど、これをどうやって高校にするんだ？できれば高校を作れる職人を探したいが、俺の知り合いにそのような人物はいない。うん、勝利の友達はみんなお金持ちだろうしな。だから都市の中を探してきてもらえないか。普通の家庭の女性であれば作れるかもしれない。そういうことなら、いい香りのする女性を探せばいいんだよな。まあ悪くない仕事だ。七天神像の付近で待っている。高校ができたらそこで合流しよう。冒険者協会に作れる人がいるかもな。嵐姉さんに聞いてみるか。確かリーユエ支部の会長だよな。嵐姉さん、手伝ってほしいんだけど。悪いね、もう長いこと依頼は受けていないの。他の冒険者は当たってちょうだい。依頼を出すほどのことじゃないんだ。ちょっとしたことだよ。え？そういうのを使うような人に見える？なんだか小馬鹿にされた気分。でも嵐姉さんから確かにいい匂いがするぞ。高校じゃないなら何の匂いだ？そう言われてみると確かに何か香るわね。あ、もしかしたら戻ってくる時に積んだ精神じゃない？ずっと持ち歩いてるのよ。あー、そっか。嵐姉さんも花を摘んだりするんだな。薬に使うからよ。はい、この話は終わり。高校なら姫に聞いてみたら？あの占い師のお姉さんだよな。うん、確かにいい匂いがしてたかも。じゃあ行ってくる。ありがとな。あら、何かご用かしら。なあ、ちょっと聞きたいんだけど。高校ね、普段は使わないし作ろうと思ったこともないわ。化粧品に香りがついてるからそれで誤解させちゃったのかしら。普段は不当の付近でお店を出してるから、高校なんか使ったら下心ありありの船員どもが寄ってくるかもしれないでしょ。そうか、残念だ。でも高校といったらウグイスの手作り高校を知らないの？ウグイスって春紅葉のあのウグイス？そうよ、彼女の作る高校はお金持ちのお嬢さんたちに人気でね、彼女が作ったものは市販のものよりずっといいって聞いたわ。やった、情報ありがとう。これでまた一歩前進だな。今度不当に占いを受けに来なさい。割引してあげるわ。冒険者、一曲やってみるか。あら、やっと来た。待ちくたびれたわ。え、どうしてオイラたちが来るって分かったんだ？ええ匂いがする人を狙っとる二人組がおるって聞いてな。なかなか来へんから心配したんよ。ある意味うちの魅力に対する試練やろ。狙っている？なんかオイラたち変質者みたいになってないか？噂が噂を読んでどんどん膨れ上がっとるよ。
言葉は気ぃつけて使わんと。でも安心し、効果を作ってほしくて来たんやろ。どんなものがええ？いっぺんに三つも作らなあかんの？若いのに意外と欲張りやね。まさか噂ってほんまなん？高校を送る相手を探しとるって。切羽詰まって言い訳しようとしとん？たとえ神さん相手でもこんな種類いらんやろ。嘘が見え見えやよ。なあ、この伝統は忘れられて長いって勝利が言ってたな。とにかく恋はしたもの勝ちとも言うやない。あんたが間違っとるなんて誰も言わんよ。何言ってるんだ。はいはい、ほな作ります。その代わり助手をお願い。高校を使っとる間はうちだけ見なさいよ。さて、どこで高校を作ればええかしら。あら、バーミンド、ええチョイスやわ。ほな、行きましょか。ウー師匠に言っといたわ。そろそろ始めましょか。責任の準備はできたやろか。あ、助手としての責任やよ。うちが準備しとる間にまずは水汲んできてくれへん？ぼちぼちやね。次は合成台で原生花からオイルを抽出しようか。高校の作り方は錬金術とはだいぶ違うんよ。こんな感じに優しく杵を握って、手のひらをぴったりくっつけた方が滑りにくくなってええよ。あとはあんたの慣れたリズムでやったらええわ。芸生花の水分が。へえ、やっぱ素質あるわ。すぐ理解しはった。ほんなら材料持って近くの合成台でやってみましょか。3種類とも作るんよ。オイルの段階やと見た目がかなり似とるけど、高校ができたら違う箱に入れたるから。中原のもつ焼き、安くて美味しいよ。ちょ、ボスは一番肝心な工程よ。さっきのお水の中に入れて水分が蒸発するまで弱火で煮るんよ。この時の火加減がほんまに大事よ。強すぎたら香りに影響出てまう。火加減のコントロールに注意してな。
これが最後の仕上げやから、ゲイソウバナの水分が一滴も残らんようしっかりな。よし、無事に3種類とも高校ができたわ。ええ仕事っぷりやったよ、助手さん。あんたって心の思いのまま努力できる人なんやね。貴重やわ。さて、それぞれの高校について紹介してあげるわ。タイプの子に合わせてプレゼントするんよ。けしからん。けど一応聞いておこう。一つ目はな、甘くて夢にあふれた感じ、若い女の子が好きな香りやね。二つ目は高貴なイメージがあって、お金持ちのお嬢さんが気に入ってくれるはずやわ。最後のは優しい香りやけど長持ち、ほんのりスモーキーさを感じさせる大人の女性に受けがええと思うよ。ちゃんと覚えと、間違ったら大変やよ。やらしい。うちに手伝ってほしいことはこれでおしまいやな。ほんなら最後にある言葉をあんたにプレゼントするわ。三またするんやったら、まずどこから着手すべきかよく考えなさいよ。時間あったらまた春光用においでな。これで三種類の高校が手に入ったし、早く七天神像に行こう。勝利が待ってるぞ。待たせすぎたのかな。ああ、来たか。そんなには待ってない。心臓に刻まれた岩王帝君の守衛と比べればほんの一瞬だ。人と彫像を比べちゃダメだろ。それもそうか。どうだ、高校はできたのか。おう、三つとも高校にしてきたぞ。ご苦労だった。順番に捧げてみよう。一つ目は甘くて夢にあふれた感じ、若い女の子が好きな香りだってウグイスが言ってたな。二つ目は高貴なイメージ、お金持ちのお嬢さんのお気に入りだって。三つ目は優しい香りだけど長持ち、ほんのり、なんとかかんとか大人の女性に受けがいいって。あれ、今のって、あれって大人の女性に受けがいいやつだよな。まさか岩王帝君って本当はお姉さん？そうかもしれないな。岩王帝君の化身は数多く存在する。その中の一つかもしれない。巨大な竜の姿しか見たことなくて残念だな。それにリーユエ七世が早く真犯人を捕まえてくれるといいんだけど。それは偉い奴らに任せておこう。俺たちは岩王帝君へ送る品の準備に集中するんだ。これでまた一つ準備が終わったな。次は何だ？次は俺の代わりに先人の鈴を借りてきてほしい。先人の鈴？先人の鈴を保管しているのは俺の友人でピンバーヤという人だ。彼女は玉系台周辺にいる。
誰かに聞けばわかるはずだ。おお、でも勝利は一緒に行かないのか。ああ、ちょっと事情があってな。代わりに頼む。はあ、なんだか勝利の様子が少し変だな。すまない、今回は一緒に行けない。先人の鈴を入手したら玉境台で合流しよう。せんでくれ。ただこのルリユリが散っていくのを見てもったいないと思っておっただけじゃ。この花どうして散っちゃったんだ。ばあやが若い頃、このルリユリは人の感情がわかると言われておった。例えば笑い声や歌声、楽しそうな声を聞くと花も喜んで綺麗に咲くんじゃよ。逆に良くないこと。例えばでたらめな噂話なんぞを聞くとすぐに枯れてしまう。じゃあこの花たちは今リーユエコーの現状を感じ取ってるんだな。そうじゃ。ガンウォーテイ君が死んだなんて噂はただごとじゃない。いろんな噂が流れとるよ。ファデュイの陰謀だの、海にいるあれが暴れたからだの、七星の自作自演だというものもおる。この港はまるでマッチの山みたいじゃ。小さな火がついただけでそれが一気に燃え広がる。ああ、この話はここまで。ばあやは年寄りじゃから小言を言うのが癖でな。して若者、何か用かい。ああ、あれか、覚えとるよ。確かに持っとるが、どこにやったか。あの鈴はばあやが若い頃にある友達が持っていたものなんじゃ。その鈴をじっとと見つめていたら彼がばあやにくれたんじゃよ。あの時彼は言っておった。今後誰かがこの鈴を借りに来たら必ず渡してほしいと。過去にこの鈴が借りられることは何度もあったのじゃが、いつの間にか鈴を借りに来る人はいなくなっておった。ふう、ばあやの老いた体じゃ探すのに一度時間がかかりそうじゃ。少し待っててくれるかね。そうだよおばあちゃん、家まで送るから探すのはおいらたちに任せてくれよな。ついでに部屋の片付けもしてやるからさ。子供たちや鈴ならすぐ近くに保管してあるから心配無用じゃよ。ん？おばあちゃん家ってこの近くにあるのか。どう、ここって玉境台だぞ。お金持ちなんだな。おばあやじゃ城内に屋敷なぞ買えんよ。この壺を見ておくれ。ばあやの荷物は全部ここに入っておる。荷物が全部？失礼だぞ。そうだとしてもきっと貴重な鈴なんだ。おばあちゃん、そうだよな。とにかく鈴はこの壺の中にある。
鈴が欲しいなら中を覗いてみるとよい。変わったおばあちゃんだな。荷物が全部壺の中に入っているとか、冗談だよな。子供たち、鈴が欲しいんじゃろ？急がないのかい？でも、この壺は長いこと掃除してないんだ。気をつけておくれ。綺麗な服を汚したら大変じゃよ。荷物を入れてる壺じゃ。鈴を探しにお行き。うわぁ、おばあちゃんの声だ。ここってまさかおばあちゃんの壺の中？どういうことだ？掃除しないと蜘蛛の巣だらけでいかんの。子供たちや、ばあやの代わりに掃除してくれんか。気づいたか？さっきの蜘蛛の巣、元素で構成されてた。この壺、おばあちゃん一体何年掃除してないんだ？壺に先人の鈴まで持ってるなんて、あのおばあちゃんもしかして仙人？ますます怪しい。あのおばあちゃん絶対仙人だと思うぞ。でも仙人たちって絶雲の間に住んでるんだよな。どうして城内にいるんだ？裁きを受けよ。見つかったかい？若者は動きが機敏で助かるね。さて、出る。これでよし。子供たち、早く出ておいで。若者は体がよく動いていいの。こんなにすぐ見つかるとは。仙人、その二文字を他人から言われたのは久方ぶりじゃ。ばあやが仙人かどうかはもう分かっとるじゃろ。もう分かったような、分からないような。でも
おばあちゃん、この鈴持って行っていいのか？変だと思わない？岩王帝君にあんなことがあったばかりなのに鈴を取りに来るなんて。おかしな子じゃ。今までこのリーウェ港からどれだけの仙人が去り、その度にどんな波風が立ったか知らないじゃろう。しかしそのどれもがしきたりに従って操船儀式を行ってきた。ならば今回も行うというのが筋じゃ。犯人探しばかりして操船儀式をおろそかにするなぞ本末転倒。今この時鈴を借りに来た者が現れたのは、きっと給油の誰かが耐えきれなくなって立ち上がったからじゃろう。だからバーヤは鈴を渡す。当然じゃ。返さない？仮にそうなったらバーヤが直接行って返してもらうさ。ずいぶんとご無沙汰しとるし、お茶でもしながら世間話するのもよいじゃろう。さあ、鈴は渡したし、お雪。それと、あなたたちにお使いを頼んだ人に伝言を頼みたい。時間があったらお茶をしに来てほしい。ばあやの持ち物は少ないが、急須くらいは持っておる。うん、伝えておく。ありがとな。ああ、確かに先人の鈴だ。うん、いい状態だな。一緒に高校も置いておこう。知り合いでなければ鈴が彼女のところにあると知らないだろう。怪しいぞ。でも言いたくないなら今は聞かないでおいてやる。そうだ、おばあちゃんから伝言を預かってるんだ。時間があったらお茶をしに来てほしい。ばあやの持ち物は少ないが、急須くらいは持っておるってさ。その口調似合わないな。しかし彼女の急須は確かにいいものだ。うまい茶が飲める。時間があったらいい茶葉を持って彼女に会いに行こう。それで儀式にはあと何が必要なんだ？ああ、次はタコを買いに行くぞ。タコ、一緒に遊んでくれるのか？まさか休憩時間？違う。タコは子供のおもちゃだが、リーウェの儀式においては他にも象徴的な意味合いを持つ。詳しくは後で説明する。まずはタコを手に入れよう。うん、よくわからないけど、わかった。